サージする前にクリームを巨峰台ぐらい結構たっぷりと圧力をかけますのでね、たっぷりで顔全体に塗ります。これから顔のね準備体操が始まる。まずリンパの流れが良くなるように両手でこの3本中指薬指を中心に耳の前ここ少し圧力をかけてください。このくぼみが、はい、ちょっとくぼみがそうです。で指先ではなく全部、うん、あ全部、うん、ゆっくりと首筋鎖骨の方にまで流していきます。えそっちまで。そうです。大体これ何回ぐらい。大体3回ぐらい。気持ちいいなこれ。そうなんです。気持ちいい。あ気持ちいいですか。すごい気持ちいいです。ここってねどうしても顎関節がある場所で緩んでくるんですね。でどんどん顔大きくなりますから締めていくってことです。はい、両手で額の真ん中肘を張ってくださいね。3本指でゆっくり圧力かけながらさっきのところに戻って首筋。これを、何回か繰り返してくださいね、うん、この時に指先が額にグッとのめり込む時はむくんでます。むくんでるわ。むくんでますね、うん、すげーのめり込むあむくみですね。入る。はい、次は目の周り。目の周りのくすみ、小じわですね。指一本で目の下を通り眉頭の骨のとこを軽くプッシュしてまた眉尻に戻り目頭に行き黒目の瞳の外側をプッシュします。でこの時に眼球は触らないようにしてください、はい、目の周りはソフトです。指一本で、はい、眉頭骨に沿ってもう一度目の下通り黒目の外側でプッシュして耳前を通り首筋。はい、次は口の周りです。口角が下がったり疲れた感じの顔を改善します。口角の横から鼻の下ぐーっと歯茎に当たるように圧力を加えながら鼻の真ん中下にまで上げていきます。そうですそうです。この時に痛い時はもう脂肪が溜まっております。痛い怖い気持ちいい。気持ちいいですね。はい、次は小鼻の横の汚れ指先一本で小鼻の溝を何回かやりそれから鼻筋に向かって八の字に8の字で横に行き首筋をの方に行きます。これを何回か繰り返してください。あとで汚れがすごい浮き出てきますのでゆっくり行ってくださいね。はい、首筋に行きます。いいですね。気持ちいいんだ。すごい気持ちいいね。はい、このマッサージ注意する点というのは何かございますか。はい、痛いのはダメなんです。痛いのはダメ。痛い方は効きそうな気がするんですよね。そこは。でもこれからもっと痛いステップになりますから、ちょっとクリームを足していただけますか。次は、ここから下のたるみですね。お要するに顔が下がる、うん、それをリフトアップする。あ、いいな。指を顎の中央に置き口角を通り小鼻を通ってそのまま目頭に行きます。その時に指の第一関節第二関節使ってください。はい、顎の中央口角小鼻肉を全部上に持ち上げます。全部は無理だ。で指先でやると肉が上がりませんので全部手のひら使いましょう。そうです。でプッシュして横に行き首筋に行きます。で次はこれもほうれい線ですね。顎の中央から目頭にぐーっと肉を持つ。それで横に行って首筋ですね。こっちの押さえてる手は大事なんですか。そうです。力が入りますから。でこれを交互に行う。あ、だから押さえてるのか。そうです。このクリーム取った時の顔は楽しみだね。ねえ、きっと皆さん若返ってると思いますよ。リフトアップされて気持ちいい。そうなんです。気持ちいい。あ、気持ちいいですか。すごい気持ちいいです。なのに持ってきてくださいね。でプッシュして流していきます。はい。ゆっくり頬骨の下を通って。これやってもらいたいな。横に行き。綺麗なお姉さんに。首筋に行きます。はい。次は小鼻の横に溜まった脂肪、それを、散らすような形で圧力をかけます。肘を張ってかなり圧力かけますよ。そして少し力を緩め真横に来て、また耳前を通り。
首筋ですね。はい、そうです。ぐーっと押さえます。かなり押さえます。肘を張って真横ですね。はい、首筋に行きます。この時ね、皆さん指先でやってらっしゃるんですよ。指先じゃダメなんですね。ダメなんですね。肉を上にグッと持ち上げる。これぐらい圧力かけるんですね。すごいですね。そうです。そんな行きますか先生。これやっぱり男性も非常に大事なマッサージなんですね。あのたるみですね、手の親指の下の膨らんでるとこ、そこを小鼻と頬骨の間にクッと差し込みます。小鼻と頬骨、ここだ。はい、で頬骨に沿ってゆっくり耳前に行きます。こっち、そうで、そのまま耳前を通り首筋です。頬骨の下をゆっくり通って耳前を通り首筋ですね、うん、次は同じ場所です。口角の横から頬骨の方に斜めにぐーっと両方で持ち上げてください。骨に沿った感じですか。ここに、あ、気持ちいいな。斜めですね。そうです。で耳前を通って首筋です。斜め、そうです。ちょうどこう歯茎に当たる、ね、ムンクの叫びみたいになっちゃう。これも老廃物を全部流し込みます。気持ちいい。はい、次は二重顎ですね。はい、先生、ここの部分同じ場所です。ここを顎にグッと全部置くまで、でぐーっと親指が耳の後ろに行くまで引っ張り上げます。この下だけですね。親指を添えるんですか。親指が耳の後ろに来る感じですね。ぐーっと、これを左右交互に行ってくださいね。今度は手を全部開いて親指から人差しの側面を顔全体にピタッとくっつけます。ここ隙間がないようにしてください。はい、でそのままガーッと真横に引っ張ります。全部の老廃物を顔のフェイスラインの外側に持ってくる。で首筋、この時に隙間開かないようにしてください。はい、でそのまま下に落として、結構真っ黒だと思いますよ皆さん。毛穴の奥の汚れが取れます、先生どうですか、具体的に皆さん老廃物が取れたような気がするんですけれども、はい、特に変わったなーって、一番変わったの誰でしょうか。渡辺君です、ね、渡辺君がやっぱり一番変わりましたかね。すごい、すっきりしてる、なんか精悍な感じで、すごい